どうじゅーすということでですね、今日僕お休みなんですけどもね、これから、髪の毛を切りに行ってきたいと思いますと。はい。美容院に行く日はですね、僕は寝癖も直しませんので、それが僕のセオリーでございます。ちょっとボサボサでごめんなさいけども、ですけども、まあ、ビフォーこんな感じですね。はい。で、一応最初に言っておきますけども、もう、イメチェンをしますから、私。うん。この延長線上にはない髪型をね、ちょっとしようかなというふうに今思っておりますので、ちょっと楽しみにしといてください。はい。そんな感じで。まあ、ちょっともしかしたらこれは、髪切るのをスタートに、僕のお休み動画になるかもしれませんね。お休みの一日動画になるかもしれません。まあ、実は今日ね、今朝の9時なんですけども、喉が起きてない。朝の9時なんですけども、実は今日はね、午後にはね、カイロプラクティックという、ボディメンテの方もね、する予定でございまして、午前中ヘアメンテをして、午後ボディメンテをすると。今日メンテナンスで、ということで、忙しい私が、まあちょっと美しくなろうっていう、そういう日でございますね。はい、ということで、まあ前置きはこれぐらいにして、早速髪の毛行こうと思います。前回同様ですね、僕の勝手に専属のスタイリストと勝手に僕が言ってるだけなんですけども、森川さんというね、もう本当に馴染みの、ずっと高校の時から切っていただいてる美容師さんにとこに今回も行きましてですね、切っていただこうかなというふうに思います。まあ、切ってる最中はね、プロセスは多分お見せできないですね。なんか森川さんがあんま動画ちょっと、出演 NG みたいな感じなんで、謎のベールに包ませておきましょう、そこは。はい、そんな感じで、切っていきたいと、思います。はい、それでは髪の毛切ってきました。3, 2, 1, ボーン！どうでしょうか？だいぶ変わったでしょう？ねえ、だいぶ切ったんですよ、バッサリ行きまして。これはイメージがチェンジしただろうと。思いませんか？これは、ですね、もう角刈りでございます。ネオ角刈りでございますね、これはもう。ネオ角刈りですね。角刈り 2.0 ということで、テーマにしました。一番ね、こだわってる点がありまして、それがどこかと申しますとね、ここですね。ここのね、プシュッ、プシュッ、シュッっていう、ここ。ここをね、僕が最大限これ、オーダーしまして。はい。イメージ通りでございます。ここが大事なんですよ、ここが。これね、まあね、世の中で2ブロックとかいうものもありまして、まあ2ブロックっていうのはね、なんかピシって刈ってだから、ピシって刈って上に髪の毛がポロンってでしょ。今回チャンスもこうシュッといってますから、ここですよ、これ。このね、これ遠くから見るとよりわかりやすいんですよ、引きで見ると。ほら。ここ、まあ、これ髪の毛のセットの仕方ももちろんあるんだけども、ここですね、この両端ここ、ここ、シュッ、シュッっていうな。これ。これをね、まあ、もう僕が出したくて今回に、ちょっとこう角刈りなんだけども、まあ、角刈りを私なりにもう再解釈しましてね、現代落とし込むという、そういうような高度な、技術と、思想が背景にあります。はい。どうでしょう？よくない？もう結構気に入ってますね。これほんとイメージ通りで。なんか、あれですね。なんかあれ。アメリカ人のね、女の囚人みたいな感じでさ、こういう女の囚人いるじゃん。ね、外人で。ボス的な感じの女の囚人？みたいな。まあ、感じ？ちょっとね、イメージしてますよ。なんかこう、なんか無理やり、なんか、
床屋に連れてかれてしまった、子供みたいな。うん、ちょっとこう、オタクみたいな感じでね、ちょっとオタクっぽい感じもいいじゃん、これね、ちょっと。このメガネがね、こいつすごい合うね、これは。うん。で、ここのね、ちょっとここにまだ生き残りがいますね、これね。ブリーチ毛の。ブリーチ毛の生き残りがまだちょっとここにいますけども、はい。まあ、セットの仕方でね。これ、今ね、これワックスでやってるんですよ。ワックスでセットしてもらってるんですけども、ジェルとかでね、僕はやろうと思ってるんで、そしたらまたもうちょっとね、雰囲気も違うかなと。久しぶりですね、この黒髪。黒髪ベースの髪型。はい。非常に久しぶりで。パーマのね、かかってた毛も、くるぐるの毛ももうほとんど切ってしまいましたので、もうほとんどありません。はい。ということで、私の、おニューの髪型。いいじゃん。いいね。このぶつ切り感ね。ここ非常に似てますよ、私。はい。はい。ということで、しばらくね、この髪型でまた行こうと思いますので、皆さん、慣れてってください。この間もよろしくお願いしますということと。あとね、はい、全然真似していただいて構わないので。はい。ここです。これが大事。本当に。はい、そういうことで、どうでしょう。僕は、これはこれで気に入ってます。いつもながら、イメージ通りにしていただく。森川さん、これでね、カット3000プラス税込みですから、鬼のように安い。本当に、まあ、ありがたいっすよね。本当に。東京とかで髪切るのバカらしくなってくるよ、マジで。ね。3000プラス税ですよ、これ。3240円でこのクオリティ、このスキルのね、このアウトプットが出てくるってのもほんと素晴らしいです。もういつもながらお世話になってます。森川さんという、美容師さんね、もう非常に、僕のスタイルを下支えしていただいて、いつもね、よくわけのわからんオーダーをするのにもかかわらず、結果的に、最終的には、こう、イメージにつく、こうバチッとハマるっていうのがね、僕はね、本当に、通い続ける理由でございます。はい、そんな感じで一応髪型、変わりました。まあ、午後はね、カエルプラクシックの方に行って、ボディのメンテの方もして、来ようかなと思います。